で、今回最後の試合は、タイ人同士の試合させてもらいました。ちょっと人数が足りないんで彼には疲れてるとこ申し訳ないんですけど、2回目で、で彼ですね、新しい情報。この彼も、僕ら一緒の静止会というジム、大阪の本町にあるジムでトレーナー兼選手とやってる男です。で、2人とも子供の頃からタイにあるジムで一緒に練習してまして、もう言うたら幼なじみの関係です。タイのこと詳しい方やったらルーイって言ったあの東北地方ですね、そこにあるジム出身です。で、まあこの今この綺麗なワイクをですね、ぜひもうご覧になっていただけたらと思います。リズムに合わせた、ね、すごい綺麗なワイクですね。でこの片足でこの足振ってんのもこうリズムを取ってやってるんですけど、これも実はこうやろうと思ってバランスが取れないとできないんで、やっぱ体幹が強いね、バランスが取れてますね。化粧をしてます。鏡で見てるんですよ。もう一回いい、あで髪の毛整えてますね、はい、お前はオカマなんか。天ガトウイマイマイペリのオカマではないですで、こうやって化粧したりとか、例えばこう漁村出身のやつはこう魚釣りの真似したりとか、そういう独特のスタイルが、あ終わりましたか。2回目やから、はい、先ほど塚選手ありがとうございます。以上、選手。